ローバー系装甲車は第二次世界大戦中に生産されたオーストラリア軍の装甲車である。第二次世界大戦の戦火が拡大していった時、イギリスは自らの植民地に配備する装甲戦闘車両を供給することができなくなっていた。そこで多くの植民地では自ら装甲戦闘車両を開発して装備しようとするに至った。 ローバー系走行車は1941年に設計された。本社はフォード3トントラックのシャーシを利用した。これには F60 リットルまたは車体を短縮した型である F60S の両方が使われた。走行された車体の製造はメルボルンのラスキンモーターボディース社が担当した。 1943年に生産は停止され、総計で238両が作られた。ローバー系走行車は1942年の4月に収益した。本社は全く戦闘には参加せず、乗員の訓練に用いられた。車体上部の長く狭い天井部分は、この車両に移動型残酷というニックネームをもたらした。 1943年末、オーストラリアがアメリカ製の装甲車を供給され始めると、すぐにローバー系装甲車は時代遅れであることが明らかになった。2両のレストアされたローバーマーク2がアデレードの国立軍用車両博物館とビクトリア州のオーストラリア陸軍戦車博物館で展示されている。ありがとうございます。